ちは、孤独のサイコマンです。今日もよろしくお願いします。今日は12月6日月曜日、今週も頑張っていきましょう。今日は、まずは日経全体の平均から見ていきますと、今日は日経下がってます。下がっていますが、27,939、マイナス89円となっていますけれども、これをご覧の通り、朝はガカーンと下がりまして、寄りすぎからガーンと下がりましたけれども、午後になってですね、少しずつ少しずつ、戻してきているという状況です。そして、恐怖指数は 9.73% 上昇しています。そしてビットコインは大幅に下落をしています。利回り、米国債10年利回りも 3.54% 上昇しています。ということで全体的に地合いが非常に悪い状況になっています。そして、日経平均の中でもマザーズが今日もやばい状況になっています。マイナス 3.6% の下落になっています。マザーズは相変わらず地合いの影響を受けている状況となっています。東証2部も下がっていますし、ジャスダックも下がっているということです。こういう非常に厳しい地合いの中でも私は、資産を増やすべくいろいろ工夫です作業している状況です。現在は相変わらずタスキは7000株も保有していますけれども、今日もやっぱり下げてしまっています。タスキも下げてしまっています。3240円となっていて、1日の値動きを見てみますと、寄り付きからだ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 ら下げている状況になっています。ただ、分割を8日に控えてますんで、このままなんとか踏ん張ってほしいというところです。そして今日のデイトレに関しては、マーチャントバンカーズが一時上げてきているということで、ちょっと1000株を購入しています。夢展望は200株、そしてグローバルウェイは200株が購入継続してるんですけど、今日ストップ高で終えています。あとは4379フォトシンスが100株で、メドレックスは下げてしまっています。そしてリボミックはプラスになって、これもストップ高となっています。こういう定位株が今日は動きが値動きが激しい状況になっています。マーチャントバンカーズはウルフさんの言動によって大きく値動きがするという状況になっています。そしてパフォーマンスレポートを見たいと思いますけれども、パフォーマンスレポートを言うと、今日に関しては国内株式が実現損益が466万7883円、そして米国株式が140万9482円のマイナスになっています。投資信託は13万31円のプラスとなっています。そして、現在は保有銘柄の含み益は評価損益は94万5724円という状況になっています。そして、今日の値動き激しかったですけど、今日もちょっとマイナスになってしまっています。今日は利益金額合計309円、損失金額合計が2万143円、マイナス19834円ということで、含み損となっています。マーチャントバンカーズが あまり上がらずに終わってしまったというところです。ちょっと一回、利益確定をしているところです。利益確定じゃなくて損切りをしました。損切りをしています。というような状況で引き続き地合いが厳しい状態です。ということですけれども、諦めずにここは一生懸命利益が出るように頑張っていきたいと思っています。あとはタスキがご覧の通り、12月8日に減量準備があるんですけども、株式分割コーポレートアクションがあります。第2、12月8日です、ということで、2日後になっています。グローバルウェイも12月1日に株式分割がありましたということになっています。グローバルウェイ株式分割をしているということです。
ファミスタホールディングスは決算が1月14日にあるということです。あとは、ビットコイン、仮想通貨に関しては暴落をしているので、累積月次損益が12月でマイナス300万程度になっているということです。一時100千万、マイナス298万、306円に、大幅に下落していますが、ビットコインの値動きはこのぐらいあります。ボラティリティがものすごい激しいので、ビットコインを購入すると、まあ、こういうことになるということです。これはもう前から分かっているので、まあ、年次で言うとまだ800万ぐらいのプラスにはなっています。ビットコインは今下がっているとはいえ、そうは言っても、まあ、イーサリアムとかですね、まだ上げてきているところもありますので、ちょっと様子を見たいと思っています。ということで、資産の合計が6700万ぐらいになってしまっていますので、一時に比べると500万ぐらい減っているということです。しかし、これは、まあ、いわゆる株と仮想通貨の含み損の、まあ、値動きが激しい、ボラティリティの多いところなので、これは致し方ないということです。また値上がりしてきてくれるのを期待して、忍耐強く待つということが投資の王道であります。ということで、この辺り、ちょっとマージャントバンカーズがこの後頑張ってくれるかどうかちょっと見ていきたいと思っていますが、今のところ右肩上がりで推移しているので、このまま上がっていってくれるんじゃないかなと思っていますけれども、ちょっと様子を見たいと思います。ということで今日はこの辺にしたいと思います。ちょっと試合が悪すぎるので、引き続きちょっと状況を精査しながら、まだ特にマザーズ、ジャスタック調子が悪いですけども、あとはニューヨークダウが今日また今夜どういう動きをするかも非常に重要なポイントになってきています。先週はちょっと下げていますので、今後はどういう動きをするかを注視する必要があると思います。まあ、当初、ここにもありますけど、14時の時点では、当初は日経新聞からですけども、拮抗している状況だということです。27,900 円全体で膠着していると、値下がりの銘柄数は拮抗しているということになっています。ファーストリティーグループとか上昇してくると、やっぱり、全体の値動きでも上がってくるということです。ということで、今日は、今週の試合なかなか厳しい状態が続きますけども、皆さん頑張ってまいりましょう。それでは今日はこの辺で。さよなら。